この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。黒猫魔術店のみつ猫です。今日は石についての動画なんですけれども、実は前回まで水晶とかアメジストとか、あとペリドットとかいろいろご紹介したんですけれども、私すごく石大好きすぎて、めちゃくちゃすごく喋ったんですけど、もう本当に肝心なこと、重要なことを言い忘れていて、ちょっとこれだとまずいなと思って追加動画撮ってます。で、うち黒猫魔術店はオカルトグッズを取り扱う専門店なんですけれども、その時にこういったですね、魔術ブレスレットというのを生年月日、出生時間、出生場所をもとに、つまりつけられるご本人のホロスコープをもとにして願いを叶えるためのブレスレットを制作しているんですね。で、この制作技術というかですね、この石の意味とか、あとこの石の配置の仕方、普通にパワーストーン屋さんに売ってるようなものじゃなくって、そのなんていうのかな、アクセサリーとかカジュアルでつけられるような可愛らしいようなものとかじゃなくて、ちょっと変なっていうか、ちょっと変わったその配置の仕方をされてるのがお分かりいただけるでしょうか。もう本当に魔術を元にして作っているので、これはもう本当に一例なんですけれども、人によってこの配置が変わったりだとか、ホロスコープによって全然違うものなんですね。で、私が動画で言っているその石の魔術的能力というのは、魔術で使用されている能力であって、パワーストーン屋さんに行って、そのパワーストーンの意味なんだろうと思って調べた、パワーストーンの意味とは全然異なるものなんですね。で、私も日本でその流行っているパワーストーンの意味とかよくわからないんですけど、よくわからないっていうのは、私は最初からその魔術的な使われ方をしてきた石を研究していたので、そのなんていうのかな、パワーストーン的な、例えばパワーストーンだと多分アメジストとかアクアマリンって恋愛によく使う石ですみたいな感じで言われると思うんですけど、魔術的には全然違って、アメジストもアクアマリンも全然違う魔術的能力があります。でもそれは、その例えば、じゃあ今アメジストとアクアマリンを例に出したので、それで言うとですね、それでは、その例えばアメジストだけで、その能力、アメジストは冷静を保つっていう能力があるんですけど、じゃあアメジストだけ持てば冷静になれるのかって言ったら、そうじゃないんですよ。魔術的にはそのいろんな石と組み合わせて自分のその願いにきちんと合うというか、願いのために方向性を合わせた石をちゃんと組み合わせてあげないと冷静にはなれないんですね。例えばアメジストを恋愛のために使うとしたら、恋愛で冷静に、自分がちょっと気持ちのコントロールがあまりうまくないから、アメジストをブレスレットの中に入れて冷静さを保てるようにしようという思いで、恋愛のブレスの中にアメジストを入れて作るとか、そういう感じになります。例えば恋愛のブレスレットって言ったらローズクォーツが有名ですけれども、じゃあローズクォーツ一色でいいのかっていうと、ローズクォーツ一色ではダメで、これ恋愛のブレスレットなんですけど、このピンクのやつはローズクォーツだけれども、それ以外、ローズクォーツは本当ちょっとしか入ってないんですけど、それ以外の石も入れてありますね。だから
ローズクォーツ一色で恋愛のブレスレットを作るとかじゃなくて、そこにローズだ、恋愛のブレスレットだからローズは主体にはなるけれども、そこに例えばアメジスト、冷静さが欲しいからアメジストとか、何々が欲しいから何々みたいな感じでどんどん足していった、いくっていうのが魔術的の的な考え方です。で当然魔術的な考え方なので、魔術ってカバラが元になっている、源流にあるんですけど、だからカバラの、カバラに沿って、カバラに沿って考えるので、こうカバラに抗った配置とかになっちゃうと、ちょっとあんまりなんていうのかな、魔術的には効力が効率性が悪いというかですね、うん、願いが叶うスピードが遅くなったりとか、そういう効率的なことを考えるとちょっと効率化が悪くなるので、カバラに沿ったやり方をするんですけれども、例えばこの配置、これは恋愛のブレスレットですけれども、こう主になんていうのかな、パステルカラーが多分多いかなと思うんですけど、この中に例えばどぎつい黒とかを入れちゃうと効率が悪くなっちゃうんですよね。例えばチャクラで言うと第4チャクラの色が多いと思うんですけど、うん、この中にやっぱり黒を入れちゃうとそのチャクラ的なその効率が悪くなっちゃうと、うん、でチャクラの効率とかもいろいろこう考えながらカバラとかを考えると、これは対人魔除けのブレスレットなんですけど、こんな黒はこっちに固まってるけれどもこっちは青が固まってるよみたいな感じで、その相互伝達に関する、相互伝達っていうのは意識と無意識を伝達させたりとか、あとはこのブレスレットの中でエネルギーが循環しなければいけないので、その伝達がスムーズに行えたりだとかっていうことを考慮するんだけれども、ちょっとあんまり難しい話しちゃうとわからないと思うので、さらっと、つまりなんかいろいろ考えてやってるんだなっていうことが分かれば全然いいんですけれども、いろいろ考えてやってるんですね。だからなんていうのかな、安直にじゃあアメジスト綺麗だから部屋に飾りたいから買います、買っておきますっていうのはすごくいいと思うんですけど、じゃあアメジストって冷静っていう意味があるから部屋にそういう意味で置いときたいなっていう時は、ちょっと それは冷静っていうのは魔術的な効果なんだけれども、願掛けをしなければそういう効果は発揮されないので、これは魔術なので魔術の儀式を行わないとやっぱりその魔術的な能力とかは、うん、発揮されないと思うので、そこをご理解いただいた上でお買い求めになってほしいなと思います。例えばね、石ってすごく綺麗だから、で私もその魔術的な能力云々がなくても石はすごく好きなんですね。好きだからなんかこう祭壇とかにも置いときたいし、自分の部屋にも置いときたいしっていうのはすごくよくわかるので、すごくいいことだと思います。うん、でもなんか日本のパワーストーン業界とかもそうなんだけれども、なんかそういうなんていうのかな、スピリチュアル的な意味合いでやっぱり売ってたりとかするから、魔術とスピリチュアルはちょっと違くて、やっぱり魔術は本当にね、魔術の儀式をして脳が意識変容を起こさないとその願いとかっていうのは叶わないわけで、だからパワーストーンみたいに持てば願いが叶うとか良くなるとかいうことは魔術では絶対にありえないんですね。だからこうそのなんだろうな、お客様もやっぱりそこが分からなくていらした方とか、あと問い合わせとかも多いんですけれども、そこの違いをまず私たちはかなりこうご説明させていただいてます。うん、だからね、やっぱなんていうのかな、結局は自分のその意識、脳を変えるっていう意識が
ないとどんな願いでも叶わないし、願いに執着していたりするとやっぱり叶わないので、精神的な心の成長とかも必要になってくるから、まあ、難しいんですけど、願いに執着しないっていうのは難しいんですけれども、やっぱり、うん、あの魔術的な観点でこれからも石を紹介していきたいなって思うので、そこら辺ね、あの視聴者の皆様もご理解いただけると嬉しいです。あくまでも私はそのパワーストーン的な意味ではなく、魔術的な意味を、能力を紹介していきたいと思いますので、あのちょっと違いがあるんだなっていうことだけご理解いただければいいかなと思います。それでは、なんかこんな話だけで申し訳ないんですけど、一本動画作っちゃって申し訳ないんですけど、これからも石、大好きな石を紹介していきます。はい、ご視聴ありがとうございました。みつねこでした。